サッカーファンの皆さん、こんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は私、西岡明彦。解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、ナポリがウディネーゼと戦います。面白いカードですね。これなら内容にも期待ができると思います。早速試合の方を見ていきましょう。いやー、いい試合になりそうですね。スタンドの熱気がこちらまで伝わってきます。こちらがナポリの先発メンバーです。こちらがアウェーチームのラインナップです。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時どれだけ前に出られるかがポイントですね。前半が始まります。ナポリのキックオフです。空いているスペースが見えたか。カードを承知の上でのファールにも見えました。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。前方に運びました。インシーン、シュートはブロックされました。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。永井健介、ボールをドリブルで、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。ホームチームは激しい首位争いを演じています。今日勝てばトップです。これは大きな試合ですね。シーズンがここまで終盤になれば、ホームもアウェーも関係ありません。あらゆる試合で少しでも多く勝ち点を取りに行くべきです。おっと、ここでパスカット。ロベルト・ペレイラ、デウルフェウ、序盤にチャンスが来ましたが、ここは先制点を奪えません。決めておけば試合が楽になったんですが、まだゲームにうまく入れていないようですね。ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。このパスは読んでいました。これはナイスカット、うまく読んでいました。ボールを運んでいます。クロスがゴール前、これはクリアしきれないか。ミリクに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか。この前の試合は素晴らしい出来でしたね。2ゴールは見事でしたよ。今日はここはゴールに近い位置でファール、十分に狙える距離です。決まれば1点リードします。このボールはキーパーが取ります。
さあクロスか、ゴール、ウディネーゼ。リプレイですね。狙いすましたクロスを中の選手へ送っています。そして最後はうまく頭で合わせました。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。デロフェル、このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。これは惜しい、キーパーの頭を越えました。もう少しだけ落ちれば入っていましたね。ナポリ、これはサイドを上がれそうです。クロスはファーポストへ。ちょっとクリアが小さいか。ミリク、危ない位置でしたがタックルでチームを救います。ウディネーゼ、フィニッシュまで持っていきたい。予感があったようにも思えたんですがディフェンスが収め相手ボールに変わります。データを見るとアウェーチームのボールの支配率が低いですね。これがサッカーの面白いところで、ポゼッションが高いから勝てるというわけではないんですよね。やはりしっかり守ることが勝利を呼び込むんです。クロスで狙える位置です。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。おっと、ブロックでシュートを阻止しました。カウンターアタックのチャンスです。カットします。出ろ、シュートまで持っていきたい。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。迷いがありませんでしたね。冷静でした。フィニッシュも見事です。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。アルカディウッシュ・ミリク、イルビング・ロサノ、カットします。永井健介、ディフェンダーのインターセプト、決まれば1点差。これはキーパーのボールになります。ラーセン、これはいい位置でカットした。ディフェンスが甘かったですね。トルガイ・アルスラン、カウンターを仕掛けるチャンスです。よく見えています。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。 PK です。さらにイエローカードも出ました。これは仕方ないですね。あとは PK に注目しましょう。 PK は入りません。
ボールはゴール前へ。トルガイアルスラン。前半が終了しました。スコアは2。さあ後半の残り45分がスタートします。現在ウディネーゼがリードの状況です。フリーになった。まだまだ諦めてはいない様子です。期待しましょう。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。これはどうなりますか。裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。シュートは大きく横にそれました。ゴール前に入ってきました。素早くボールを返した。ナポリ、パスをつなげない。ドリブルで相手ゴールに迫ります。惜しい場面でしたが相手のディフェンスに阻まれました。追いつきたい。あっと PK です。主審がペナルティースポットを指差しました。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで最後はキーパーの手の中へ。永井健介。同点に追いつけるか。ナポリ決定機を逃してしまいました。1点も追いかける展開が続きます。もったいなかったですね。ちょっとらしくないプレーでした。サイドにスペースがあります。チャンス入った。ゴール。またもこの選手です。今日は勢いが止まりません。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も見事でした。ドリブルで進みます。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。ピンチを抜け出せるか。来たー。ゴール。これは見事なボレーでした。映像が来ました。ここでマイナスのボールをよく通しましたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。ロベルト・ペレイラ。ここから先の出しどころに苦労している様子です。シュート。キーパー反応した。ボールを弾く。アルカディウッシュ・ミリク。永井健介。ギリギリのところに飛び込む。
ファビアン、来たか、ゴール、これで同点です。一時は2点差まで離されたものの、ここで追いつきました。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。ここで抜けたのは大きい。トルガイ・アルスラン、ウディネーゼ、フィニッシュまで持っていきたい。入れば1点リード。このゴールでハットトリック達成です。このポジションではシュートを防げないでしょう。ゴールキーパーの判断ミスでしょうね。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情で。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローカードが出されます。イエローですか。入れば同点ですが、決まった、ゴール。なんとハットトリック達成です。いやー、来ましたね。圧巻のゴールショーです。もうこの勢いは誰にも止められないでしょう。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。絶好のチャンスです。ウディネーゼ、デロフェル、クロスはブロックされます。ハンドの判定です。レフェリーはよく見ていましたね。スライディングタックル。これはチャンスです。さあどうする。ゴールが決まった。土壇場で勝ち越しゴールを奪いました。このゴールは大きいですよ。勝利が大きく近づきました。キーパーの位置取りがまずかったですかね。何がこうした判断ミスを招いたんでしょうか。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。鈴木、レフェリーは流しています。狙いたい。さあどうする。ここはしっかりとゴールを決めました。しかしゴールキーパーは一体どうしたのでしょうか。ゴールを守る守備側の選手がいませんから、やすやすと得点しましたね。得点が多く入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。あっと、あっさりと抜かれました。絶好のチャンスでしたが、シュートは枠に弾かれました。悪くはなかったかもしれませんが、キーパーを軽くかわそうが良かったかもしれませんね。鈴木、今日はパスがつながります。これは決定機の阻止とみなされるでしょう。レッドカードが出るでしょうか。レッドカードが出ました。退場です。プレーがプレーでしたからね。これは文句言えないでしょう。エリフ・エルマス、クロスはファーポスト側へ、入った、ゴール。終盤になってもチームの勢いが止まりません。
これで3点のリード。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。最後はドンピシャのヘッド、お手本のようなゴールでしたね。組織的なディフェンスを期待していた人は肩透かしを食らったかもしれません。どちらのチームも大量にゴールが生まれています。ここで狙いたい。永井健介。試合終了です。アウェーチームは敗北を喫しました。こういう負け方は悔しいものですが、チームを見直すきっかけと考えた方がいいかもしれませんね。このまま不調に陥ってしまえばチームがどうなってしまうか分かりません。早めに修正しておいた方がいいでしょう。